本当にいいの？平気平気。で、どこへ連れて行ってくれる？買い物したいのはだろ？俺が決めていいの？いいのいいの。特にこれって決めてるものもないし、まずはいろいろ見たいかな。じゃあとりあえずまだ行ったことのない店に行こうか。あの店か、あの店。へえ、意外といろいろ知ってるのね。誰かと行ったの？それは、あ、誰でもいいじゃないか。ねえってば。ごめん。なんで謝るの？どうしてさっきから黙ってるんだ？また気分が悪くなったりした？そんなことない。ただこの辺り結構変わったね。あら？え？で、あらあら、お二人さん、デートかしら？いいわね、微笑ましいわ。どうも。こんな不幸を呼びそうなものはこの町にいらないわ。そうよそうよ。あら、昨日見た警備隊員、あなたと似てるような。俺おっちょこちょいだし、警備隊なんて無理ですよ。たまたま似てる人がいたんじゃないですか？そうかもしれないわね。ん？別に何でもない。行こ。またいつでも店に来てくださいね。待って。待たない、急がないと置いてくよ。だから待ってって。おう、誰かと思ったら兄貴。ロナン、お前その格好ってまたサボったな。サボってないよ。お願いだからここでその話はしないで。なんだなんだ、別に秘密にしなくても。どうも。どうも兄貴。
鼻の下が伸びてるぞ。しょうがないから紹介する。彼はと言ってこの町の兄貴分的な存在だ。ちょっと待った弟よ、俺の名前をスルーしなかったか。兄貴の名前ってなんだっけ。怖いよ、助けて。ちょっと、鍛え直さなければいかんな。もうやめて、私の大事な幼馴染を怖がらせないで。ん？幼馴染？私はロナンとは幼馴染で、彼のお姉さん的な存在よ。なんとお姉様とは、俺が兄貴だからペアみたいじゃないか。え、そんなつもりじゃ。ダメだ、俺の俺の飲み物を買ってくる。ちょっと、どうも。ジョーちゃんだっけ、あなたがロナンがよく通ってるパン屋の娘さん。え、私のこと知ってるんですか。当たり前だ。ばあちゃんは元気かい。え、ええ、よく知ってるのね。いや、ロナンとは子供の時からずっとか。そうです、ずっと一緒に育ってきたから、彼のことは誰よりも分かってます。自信満々に言うね。けど俺の方が知ってると思うぜ。そんなわけ。知りたいか、彼のこと。例えば彼が好きな女の子のこととか。耳を貸して。ダメ！じっと見ないでよ。かわいい。え？いつまで見せつける気だ？ああ。若いっていいな。そんなんじゃないから。じゃ、邪魔者の俺は退散するとしよう。子猫のジョーちゃんによろしくな。あの子なら今日は見かけてないよ。珍しくどこかでおとなしくしてるみたいだ。ほう、ま、そういう時もあるってことか。子猫のジョーちゃんって。気にしないで。ただここら辺によく出没するメスの野良猫のことだから。野良猫？ああ、本当に手がかかる子で、それはそれは。この女心のわからないやつ。うわあ。
彼に知られなくてよかったですね。部屋に戻るにゃ。私って彼にとって野良猫と同じなのかにゃ。自分の気持ちなのによくわからにゃい。なんだか怖いにゃ。寒いな。この店のクールちゃんはまだ不調なのか。余計なこと言わないの、このただ飯食い。その俺なんかまずいこと言った？別に、荷物を置いていつも通り別の用事に出かければいいでしょ。昨日、彼女を怒らせるようなことがあったのか？それは俺もよくわからない。もうそこまで煮なさい。え？そんな気持ちじゃ美味しいパンなんて作れません。部屋に戻りなさい。でも私最近あまり手伝えてなくて。それで手伝ってるとでも言うつもりですか？邪魔をしてるの間違いでしょう。厳しいですね。部外者はお黙りなさい。私たちはお客様に最高のパンを提供しなければなりません。それができないなら店を手伝わなくて結構。ごめんなさい。ちょっと頭を冷やすから少し部屋で休ませて。じゃあ、俺はこれで失礼します。頑張ってね。そうだ。これで変身。
俺ただ野良猫としか言わなかったんだけどな。なんであそこまで怒ったんだろう。ああ。ああ。あらロナニャ、ここで会えるなんて偶然ニャ。なぜいつも上から落ちてくるのかな。心臓が持たないよ。で、君なんでまたその格好で出かけてるの？ん？この服似合わないかにゃ。いや、服は似合うよ。可愛いとは思うよ。でも、俺が言いたいのはな。俺は服のことを言ってるんだからな。じゃなくて、なんでルクレシアの姿のまま出歩いてるんだ。ロナンこそまだその格好じゃにゃい。俺はいいんだ。君、この前ルクレシアの姿で出歩いたら危ないってこと十分に理解したんじゃなかったのか。でもこの姿じゃないとロナンは私だとわからないにゃ。え？何よ、やっぱり考えてなかったじゃにゃい。その通りかもしれないけど、それよりも大事なのは君の安全で。ロナンのくせに生意気すぎるにゃ。なんだと？こんな時間から血は喧嘩か？化け猫とイチャイチャするなんて全く理解できねえな。俺の後ろに。お前みたいなやつを見るとイライラする。人間としての誇りはねえのか。人間としての誇りがあるとは彼女を貶めないとダメなんだな。それなら俺は誇りなんていらないな。お前みたいな人間、この町にいる資格なんてねえ。へえ、それは何を根拠に。待て待て、まったく穏やかじゃないね。なんだお前もそいつらの仲間か。僕は美しい正義の味方さ。あ？ということで逃げるぞ。ん？今だ！足！うわあ！にゃー！待て！ちょっと早すぎるにゃー。ああ、すまん、忘れてた。ちょうど上に大きな木があるし、そのままジャンプして。君はこっち。はあ？そこを動くな。よくわからないけど、ええにゃしか、たった今ここにいたはずじゃ。探せ！この近くにいるはずだ！見つからねえか。まったく、足の速い奴らめ。
もう降りていいよ。えい。ったく、散々だった。なんだ、あれだけ僕と密着できたのに何が不満だ。紛らわしい言い方はやめてください。私、自然すぎてほとんど自覚してなかったけど、普通の人間よりすごく高く飛べるんだにゃ。ルクレシアは人間に見えても猫の能力もやっぱり。それは。じゃ、邪魔者の僕は退散。今回は助かった。どういたしまして。じゃな。明日、たっぷりと美味しいパンをご馳走してね。おい、大丈夫か？彼に嫌なことでも言われた？別に問題ないにゃ。からかわれただけにゃ。どのみち、あまり長くここにいない方がいい。ついてきて。え？入って。俺の家だ。え？ロナンって一人暮らしにゃ？ん？まあ、まあ、ちょっと調べたいことがあって、念のために実家から離れてるんだ。二人の秘密にしてほしいな。聞かなかったことにするよ。それより、君にもさっきのことを軽く説明しておく。俺はちょうど、この追放派集団が頻繁に出没してるエリアを担当してるんだ。そして最近、やっと彼らがなぜ活発になったのか、その原因になりそうなものが分かった。原因？ああ、どうやら城で進められている計画と関係しているらしい。具体的にどういう計画かはわからないけど、突然慌てたように全てのルクレシアを町から追放しようとするなんておかしい。
まるでタイムリミットでもあるかのように。いや、君の今後のことが関わってるんだから解決させないとまずいだろ。なぜここまで私のためにしてくれるにゃ。まだ数日しか会ってないのに。俺が守りたいから守るだけだ。いいだろ。どうしたの？また黙り込んで。帰るにゃ。送るよ。一人にさせてにゃ。大丈夫だから。ちょっと待ってよ。